ておっしゃったんですか瀬口さん。お前にバッドラックのプロデュースを任せると言ったんですよ、スグル。不満ですか？いえ、でもあえて言えばもっとビッグな人を任せてほしかったんですけどね。じゃあお前が彼らをもっとビッグにしなさい。わかりました。綺麗なキノコ雲だ。え？麻布のスタジオは立て直しが必要になってしまったようですね。よってシングルリリースは5週連続ということにしましょう。 5？ 頑張って稼いでください。すごかったですね、パンダロボ。来てみてよかった。ここのことを教えてくれたエリ君に感謝です。うるせえ。アンボは、ユキの名前を呼ぶな。北沢妹、すいま、どうして死んだんだよ、てめえの兄ちゃん。卑怯だよ、ずるいよ、最低だよ。今すぐ生き返れ。生き返ってユキのことを触れ。大丈夫です。私はそのために日本に来たんだし。兄貴の亡霊は弟の俺が責任持ってニューヨークに連れて帰りますよ。お前はい。男か。はい。はいってな。やっぱり全く気づかなかったみたいですね。こんな地味なお釜なんていませんしね。いや、コメント不可。つか、道理で。いくら兄と妹にしてもそっくりすぎるでしょ。うん。だから私がエイリ君を振ってあげますよ。